いつでも出発で。痛がっちゃいやん。急ごう。お触り禁止。かかれ。せ。ミスイン。よっ。トン。は。は。よっ。あら？ダメ！タッ！ヤッホー！タッ！どの目が出るかしら？タッ！部外者キ！フォーレン！そこだ！よっ！風雪の縮図！痛がっちゃいない。トン。
やっ。召喚化粧よっ。ほれ下がれ食らえ。いざかかれ。行くぞ。急がなくてもいいのよ。終わりね。撤収。捕まえた。よっ。短所撤去。かかれ。急がなくてもいいのよ。痛がっちゃいやん。はっはっはっせい。どの目が出るか。やっやっとんはっよこのやっはっやっそこだ燃えよ。部外者禁止。ふっふっ風の神。はっはっあらや、下がれ、ほれ、よっ、は、厄介なことに、や、くらえ、よっ、は、ほれ、せ、へい、伝説の縮図。急がなくてもいいのよ。捕まえた。今こそし、
かかれ。せ見切りました。おのおぐいの剣トン、くらえ。行くぞ。よっほれ。行くぞ。急ごう。のイカズチ、瑠璃のように落ちなさい。痛がっていないわよ。っ短所鉄拳よっ、くらえ。よっ、トン。そこだ。逃げ道はありません。ふっ、たっ。行くぞ。ほれ、じゃん。うんうんうん。
情報提供者から知らせがあったわ。うん、どうやらまた新たな変数が現れたようね。裁きの雷。どの目が出るか。急がっ。よっ。よトン。くらえ。下がれ。ひゅっ。ち。捕まえた。伝説の縮図。糸よ、光沢せよ。ここより弱滅の時。逃げ道はありません。裁きの雷。瑠璃のように落ちなさい。終わりね。セス二千イン稲光、すなわち永遠なり。見切りました。タッタッセスセス。ふんひゅっ。裁きの雷。痛がっちゃいない。糸よ、工作せよ。この仕事は排除するべきですね。よっ、斧食いの剣。無我の境地。逃げ道はありません。とっ。はっ。見切りました。岩王帝君のために。はっ、捕まえた。そこだ、燃えよ。タッチ。はっ、てっ。ふん、稲光、すなわち永遠な。
がなくてもいいのよ。何かお困りごとですか？ん？お祭り？お祭りが開催されるという話は聞いていませんが、もっと詳しい情報はありますか？例えば、そのお祭りの名前とか。新たき極上？この前姿の彩り祭で騒ぎを起こしたあの荒滝派ですね。ではあの未認可の催しのことを言っているんでしょうか？未認可の催し？いやいや違うぞ。荒滝極上正々豪華大祭典のことを言ってるんだ。ああいえ、そう何度も名前を言わずとも状況は大体理解しました。その件について説明しましょう。確かに数日前、私どもはここで荒滝派の者を見かけています。彼らはここの景観を損なうようなものをあちこちに積み上げていました。ここで姿の彩り祭よりも大きな祭りを開催するんだと先頭に立った者が言っていました。あれが多分あなたたちの言う祭りのことなんだと思います。話を聞いてみたところ、彼らは催しの開催許可も会場の使用証明も持っていませんでした。奉行所で事前に申請すべき手続きにもそういった記録は一切ありません。明らかに未認可なものでしたので、私たちは規定に従い強制的にその催しを中止させたんです。え？強制的に中止？あいつらまさか捕まったのか？いえ、彼らはそういった経験が浅かっただけで、安全対策も一応用意していたのでそこまではしませんでした。簡単にその辺の決まりを彼らに教えて終わらせています。安全対策？あいつらも安全意識はしっかり持ってるんだな。もし荒滝派をお探しでしたら天金島に行ってみてはどうでしょう。天金島はシャブ業が大小様々な祭りのために用意した会場です。その上、民間が主催する文化的な行事を育むことも目的としています。ですので手続きも費用も最小限なものになっているんです。このことは荒滝派の人にも教えました。もし彼らに祭りを開催する気がまだあったら、あそこが一番適した場所でしょう。なんだか不安な気がしてきたけど、せっかく来たんだし天金島に行って探してみるか。
か大物が釣れたようだ。かかれ。よっ。さっきと同じだな。荒滝派の人はいなそうだぞ。ここはシャブ業の代行が管理しているはずだ。そいつに聞いてみようぜ。二人とも何か用かい？ああ、わかったぞ。君たちもあの荒滝極上なんとか大祭典っていうのに参加しに来たんだな。そうだ、ついさっき天領奉行の九条沙羅様と長野原花火屋の宵宮さんも来たんだよ。宵宮さんは花火を届けに来た際、彼らが会場の準備をしているところをたまたま見かけたみたいでね、興味をそそられたのか見に行ったんだ。九条沙羅様の方は一体何のためにここへ来たのかよくわからなかったが、オイラたちよりも先にここに着いた人がいたんだな。で、荒滝派のやつらは今どこにいるんだ？それが残念ながら最近は島に空いている場所がなくてね。だから彼らには北西の小さな浜辺を会場として手配した。もう少し早く申し込んでくれていればもっといい場所を用意してあげられたんだが、北西の方に向かえば彼らを見つけられるはずだ。やっと来てくれたか、マブダチン。ちょうどお前がいつ来るのかと思ってたところだ。来てくれて嬉しいぜ。俺様の会場を見てみろ。どうだ？これ以上いい場所はねえだろ。三方は海に囲まれ、空気も澄んでる。街の喧騒から遠く離れ、よそでは見ることのできない絶景を楽しめる。天金島を背にしたここは祭り文化の中心とも言えるだろう。極上のおもてなしと施設を独占できる好立地だ。さらに陸路も水路も利用できて交通の便がいい。徒歩や船であっという間に来ることができる。この会場を見た瞬間、俺様はビリッときた。ここしかねえってな。あの瞬間、世界は大きく変わった。親分最高！絶対天領奉行のやつらに追い出されただけだよな。それより本題に入ろう。今回お前らに来てもらったのはもちろん俺様の新たぎ極上正々豪々大祭典に参加してもらいたいからだ。そしてこの祭典には大きな意味がある。俺ら新たぎ派の名を宣伝することにもなるから、今後仲間を募集するのに役立つって親分は言ってたぜ。それから忍の姉子の卒業をお祝いすることができるとも。あと資金不足で過去数回にわたって延期された団体活動の埋め合わせもだ。まさに大きな意味のある祭典だな。アキラ、
最後の一言は余計だ。採点つうのは宣伝すればするほど参加する人も増える。だから忍にはチラシを配ってもらってんだ。おい、忍は主役なんだろ。あいつが真面目に仕事しててどうしてお前らがここでブラブラしてんだよ。俺様だって真面目に真面目にお前らをもてなしてんだろうが。実は親分はさっき帰ってきたばかりなんだ。お前らがもうすぐ来るかもしれないからわざわざ帰ってきたんだよ。親分も忍の姉子と一緒に頑張って客寄せしてくれてたんだぜ。おいおい、そう褒めんじゃねえよ。おい、押し使い野郎も真面目に働いてたんだな。珍しく頼りになるじゃないか。ふん、さらともちびすけに話すことはねえ。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。あのクソ天狗のことか。あいつにも一応招待状を送ってやったんだよ。だがあいつはそれを受け取らなかった上にわざわざここまで来て掲示板を立てやがった。観光客への警告だとか言ってでたらめなこと書きやがって。しかもだ、その内容を書き換えるなよって俺らに釘まで刺してきた。俺ら新竹屋を付け狙うとは実に卑劣だ。いつか絶対に街中で正々堂々あのクソ天狗を倒してやる。この俺様があいつをみっちり懲らしめてやらねえと。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。あの長野原花火屋の店主のことか。あいつはほっと熱くておしゃべりなやつだよな。天金島に荷物を届ける途中たまたま俺らの祭典を知ったみてえだ。この祭典を気に入ってくれたらしくてお祝いに来てくれた。次は花火を用意してくれるとも言ってたぜ。今後は荒竹屋も長野原花火屋にちょくちょく顔を出した方が良さそうだな。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。いろいろあんぜ。あそこの小さい丘が見えるか。あれは豪華峰っつって、あそこに立てば海に向かって自由に歌うことができる。このかがり火は炭で瓜を焼くのにぴったしだ。で、こっちの箱は七星召喚をやるにも虫相撲をやるにもちょうどいい大きさをしてる。本当にいろいろあるんだな。だがこの祭典の一番の目玉は豪華祭宴だ。ほらこれを見てみろ。お前らにこっそり教えてやる。これは俺様が秘密の仕入れ先から入手した縄文だ。とある有名な陰陽師が残した小鼓で、本来なら800万マラもする代物だ。だがその売り手はこのかっけえ俺様と彼女には縁があるっつって割引してくれた。たった80万マラでいいって言ってくれたんだよ。800万モラもするものが80万モラになるなんてどう考えても騙されてるだろう。当然俺様だってそんな安っぽい手口には騙されはしねえ。この小鼓の縁が破れてることに俺様は一目で気がついた。つまりこれは不良品だったんだよ。そんなもんが俺様に縁があるなんて笑えるぜ。だから
俺様はもう一度値切った。最終的に8万もらで交渉成立したってわけだ。本当に儲けもんだぜ。得したのは相手の方な気もするけど。それより牛使い野郎が8万もらも出せるなんて、そっちの方が驚いたぞ。たかが8万もらだ。俺様を甘く見るなよ。そのうちの2万は俺が出したけど。俺も。親分、なんで俺だけ3万なんだよ。2万、そして3万。牛使い野郎、自分は一銭も出さずに子分から8万もらも絞り取ったのかよ。おいおい、お前どういう計算してんだよ。俺様だって残りの1万もらを出せる。さて、食べんのはここまでだ。もうこんな時間だし、そろそろ白部のとこに戻んねえと。祭典はまだまだ始まったばかりだ。賑やかにするにはもっと人を呼ばねえとなんねえ。その小鼓をちゃんと持ってろよ。ゴーゴサイエンを始める準備ができたら元太に声をかけてくれ。そんじゃまた後でな、兄弟。俺は荒滝豪古祭の案内人の源太だ。豪古祭宴を始める準備はできたか。あ、そうだ、この小鼓だが、親分が一つ説明するのを忘れててな。俺たちみんな楽器には詳しくないから、始める前にお前が調整した方がいい。そうすればより美しい音が出るはずだ。さあ試してみてくれ。俺は荒滝豪古祭の案内人の源太だ。豪古祭宴を始める準備はできたか。親分がいつ帰ってくるかって、正直俺にもわからん。親分も姉子も今回の祭典をとても重視してた。多くの人に来てもらえるよう宣伝にもかなり力を入れててな。これが成功すれば荒滝派の印象も良くなるって言ってたぜ。まあ俺にはよくわからないが、祭典が終わる前に親分はお前に会いに行くと思うぜ。何しろお前は親分のお気に入りだからな。豪古祭宴を始める準備はできたか。よし、
豪古菜園開始だ。
また捕まっちまった。ついさっき天領奉行の奴らが掲示板にお知らせを貼ったんだ。で、俺らの祭典が中止されることになった。詳しいことは分からんが、どうやら親分が天守閣の中でチラシを配ったらしい。将軍様もきっと新たき極上正々豪華大祭典に参加したいはずだとか言ってたそうだ。え？親分の言ってること間違ってなくないか。将軍様だってきっと参加したいだろう。ああそうだよな。お前はそう思わないのか。俺らの考えなんて今はどうだっていい。とにかく親分はその場で見張りの奥詰衆に捕まって天領奉行に連行されちまった。大丈夫、忍の姉子が解決してくれるはずだ。親分は軍事機密区域を荒らした疑いで、奥詰衆に連行された。その後あの九条沙羅様が親分の容疑を公序良俗違反に変えたそうだ。くそ、あの九条の天狗め、よくも親分にそんな重い罪を。おいバカ、これは罪が軽くなったんだよ。これなら署内で指導を受けるだけで済むはずだ。祭典の方は親分が出所するまで再開できないだろうけど、旅人心配しないでくれ。忍の姉子がうまいこと処理してくれる。きっと大丈夫だ。ひとまず俺らの祭典を支援してくれてありがとな。親分が出てきたらきっとお前のところに直接礼をしに行くはずだ。お前の旅が俺らの祭典と同じようにより良くなることを願ってるぜ。良くなることを願ってるぜ。その様子、ま、お前の演奏を見たいのは山や。あ、そうだ。いいこと、これなら天領、俺って天才だろ。さあ、旅人。そのよ、お前の演奏を見たいのは山々なんだが。あ、そうだ。いいこと思いついたぜ。これなら俺ってて、さあ。Thank you.
お、その残念だ。Thank you.
全ての人に。急がなくてもいいのよ。裁きの雷。
浮世の風景は幾千年も変わらないというのに、人の世とはこうも白露と泡のように儚い。この美しい風景も、そばに誰もいない以上、私の不変を引き立たせるだけ。その様子、また豪古菜園に参加したいのか？残念だ。お前の演奏をもっと聞きたかったんだがな。お前の演奏を見たいのは山々なんだが、天領奉行には祭典を中止しろと言われていてな。うむ、困った。あ、そうだ、いいこと思いついたぜ。お前だけだったらこれは友達同士の遊びだって言い訳できるんじゃないか。これなら天領奉行も文句のつけようがあるまい。俺って天才だろ。この発想、親分の凄さの半分くらいはあるんじゃないか。さあ旅人、
お前の演奏を聞かせてくれ。私を失望さ、無駄な努力をやめてる。
無駄な努力をやめたら、よっ、やっと、さあ、厄介なことに、あっ、はは、実演、イン、諦めなさい。へっ、召喚化粧、ルリのように落ちなさい。はっ、どの目が出るかね。はっ、さようなら。よトン、あ、急ごう。よ、いや、そこだ。行くぞ。や。いい度胸ね。ボン、トン、ホレ。あっ、よっ、お触り禁止。はっ、へいっ、あっ、トン、捕まえた。その命いただいたわ。かかれ、部外者禁止。やっ、よっ、くらえ。下がれ。はっ、や、行くぞ。無駄な努力をやめたら、お触り禁止。星と深淵を目指せ。